人死すれば魂去り、その身に鬼神入れ替われて子孫を坊主。これは重要な御門だと思うんですよ。つまり普通に人が亡くなって、まあこれはね、まあこの御門通り、さっきの不問の辺で読めば何もしなかったらってことですね。人が亡くなって何にもしなかったら、そのところに自然に骨の、あ、鬼神の魂が入ってしまうって言うんですよ。これはね、よく考えていただきたいんですね。ってことは、要は、まあ、これは不問の辺でしょ。で、後の方からずっとこの全部を総合して考えると、人が死んで法華を悟った智者がちゃんとした供養をしない限りはっていうふうに読めるわけですよ。そうするとそこに鬼神が入ってしまう。それはそうだよね。邪教をやってる人がどんなにそこで葬式もどきをやったって、その前の段に、あの開眼供養の段で、その木衛二蔵を真言師が供養すれば、そこに間が入り木が入るっておっしゃってるんだから、その原理からすると草木成仏も非常成仏も死人成仏も同じことを言ってるというふうに、こうずっと義として読んでいくと、そうすると人が亡くなった時に、一義は何もしなきゃ骨に、その恥骨に鬼神が入る。これは当然でしょうよ。だから大変それ恐ろしいことだと。やっぱりちゃんとしたエコーしてあげなきゃいけないんだっていうことは言えるけど、じゃあ誰でもいいのかと、どこの宗派の坊さんでもいいのかっていうと、さその前の段からして、日蓮、まあ、まあこの五問取りで言えば、法華を悟れる智者以外は絶対ダメだってことですね。そうするとこれはもう、あの法華を悟れる智者っつったら、まあ説明はもう省きますけども、現時においては三大違法をきっちり伝授している日蓮聖宗以外はないと。そうなれば日蓮聖宗以外のどんな高僧というような人、どんな見てくれば立派そうに思うご僧侶が来て、そのお葬式の儀をしても、その遺骨に鬼神が入るとですよ。そして鬼神が入ったらどうなるかっつうとね、子孫を坊主。これもまさに原理通りで、なんでって、恥骨は恥骨で個人の骨だから、自分とはとりあえず直接的に関係がないじゃないですかと。だから個人が苦しむのは、まあ一応認めましょうと。その恥骨に骨が、あ、鬼神が入って、なんで子孫まで坊主られるのかって、これは仏法の原理で、大聖人様のいつも僕が言ってる、あの、父母の成仏はすなわちこの成仏なり、この成仏はすなわち父母の成仏なりのこの原理ですよ。逆を読んだらどうなんだと。父母が地獄に落ちたら、この子も地獄と。親がめこければ子もこけるってね、いうやつで、父母が地獄に落ちるっていうことは、我々の身というものは父母の血肉を分けたものであるっていう、仏様のそのまあカッパ見方があるわけですね。それは事実そうですね。元を正せば我々も一つの細胞から生まれて、それが形成してるわけだから、その細胞に全ての因があったわけですよ。今こうなる。そうするとその細胞はどうやってできたかって言ったら、父母と父母の半分ずつのので形成されたわけでしょ。ということは全く父母の半分個持ってるわけですね。そうすると父母の恥骨があの地獄に落ちれば、その同じ肉体なんだから、同じ肉親ということが言えるわけですね。心身ともに半分ずつ同じなんだから、まあ極論すれば半分だけ地獄に落ちるわけですよ。お父さんがもし地獄に落ちれば、でも体の半分だけ地獄に落ちるのは不可能です。だから残り半分も落ちるってことですね。指の先だけ地獄に落ちて他落ちないってことは不可能ですから、そういう原理からして子孫が坊主んですよ。だから亡くなった方が本当に恥骨が成仏しないことには、結局その遺族は必ず不幸になるってことなんですね。ってことはこれは創価学会だけじゃなく、もうありとあらゆる宗派多門について言えることですよ。全ての宗派はこれをやっちゃってるわけですから。そして、ガキというは我を食らうというこれなりと、まあ、このガキというのはその結局なんだかんだつって食らってって食らってって、最終的には自分すら食らっちゃうっていうね。お腹空いてもう上乾いてて、もう腹減った腹減ったつって自分の足食ってお腹の上を癒していくっていうようなくらいの境涯で、これはその要はそのあれじゃないですかね、恥骨に
あ、いいですよ、そーっと言っていただければ、はい、恥骨に、そういう鬼人、いわゆるガキ界のもの、あるいは機械のもの、ね、そういうものが同類とことだとおっしゃったと思うんです。だからガキというものがそういう機械、鬼の門に下ったようなものが恥骨に入れば、ガキというものそのものが結局自分を食らうような、自らを滅ぼしてしまうような姿があるから、それが先祖に入れば、先祖の骨に入れば、当然子孫もその骨に入ったガキが食らっていってしまう、子孫まで食らっていってしまうという意味だと。そして